すげえ、急げ。チェックアウトの準備を急げ、急げ。よいしょ。よいしょ。今日はほぼ移動だけ。車でデリーまで行って、まあ多分そんな時間ないんで空港にほぼ直接行くと思います。でデリーの空港まで多分ね4時間ぐらい。今12月なんですけど、デリーとかここアグラはね、朝夕方は寒いです。昼間はね25度ぐらいあって、シャツ1枚でちょうどいいぐらいか。まあ日差しが結構厳しいからあったかい感じるんですけど、でも日陰は昼間でも涼しいぐらいでしたね。おいで、朝晩は寒い。10度前後まで下がるんで、最初ね上着持ってこないつもりだったんですよ。で直前にいやこれは寒いぞと思ってこのパーカーを持ってきたんだけど、パーカー持ってきてなかったらやばかった。特に昨日の夜とかなんかテラス席でご飯食べたから、このパーカー、もう10年ぐらい、10年以上着てるかもしれない。このパーカー、10年以上着てるな。10年以上着てるパーカー。このズボンはそんなに古くないか。このズボンは4年ぐらい。スウェットのズボンです。やっぱね、このスウェットだいぶ厚で、だからあんまりインドで着る機会なかったんだけど、暑いから。でもこんくらいの涼しい時は使えますね。だいたい旅行するとき僕スウェット着たい派なんですよ、楽だから。でもこのスウェットなかなか気に入ってまして、多分真っ黒のシンプルなんだけど、何がいいかっていうと、このズボンのポケットにファスナーがついてるから、お尻のポケットもファスナーがついてるから、財布とか携帯入れてファスナー閉めてれば、まあファスナーないよりは安全かなと思ってますよ。だってね、サングラスもカッコつけるとかそうじゃなくて絶対あった方がいい。日差しがめちゃくちゃ強いから、いいのよサングラス。特にアウトドアっていうか外、観光地で外を歩き回るときは絶対あった方がいいです。あと目線をね見られない、地味に大事。結構客引きとかが来るから、それを無視するときにも、無視したいときもサングラスだった方がいい。サングラスの中だったら目キョロキョロ動かしてこういろいろ見られるけど、サングラスなかったらなんていうの、目線に入ってきちゃったらさ、目があったりしたら話しかけられるからさ、それを回避するためにもサングラスで目を合わせないっていう、そういう作戦。あとマスクはコロナ対策っていうよりは大気汚染対策。最近空気が汚くて、そのせいだと思うんだけど、くしゃみが止まらんのですよ。今日の飛行機はデリー5時45分、だから4時ぐらいに着けば多分大丈夫なので、昼12時に出ればまあ間に合うと思うけど、安全見て11時に出発して1時間ぐらい余裕持ってますから、だからフライトの2時間ぐらい前には確実につける。なんか最近デリーの空港すごい混んでるよって脅されました。早めに着いた方がいいよって言われたけど、まあだからって3時間前とかに着いても空港で暇になっちゃうの嫌なんで、割と僕は最初の頃はそうでもなかったけど、最近は楽観派で、多少ギリギリについてもフライトの時間が近かったら先に通してくれるだろうっていう、あの手荷物検査とかの待ち時間そんなにこう融通してくれるだろうと思っ
もうフライト、僕の航空士、搭乗券を見せて、急いでるんですっていうのは多分、通してくれると思います。意外とインド人そういうとこ優しいですよ。前もね、そういうことあったんだわ。チェックインですんげえ行列だったんだけど、ちょっと僕急いでるんですけどって言ったら、あ、先行け先行けって周りの人言ってくれて、道開けて。先どうぞ先どうぞって、結構インドの人優しい、そういうとこ。意外と。意外と割り込みもしてくるけど、急いでる人に対しては、困ってる人が対して優しい。そういう感じです。あ、もう11時になっちゃう。よし、行こう。これでいけるだろう。11時にホテルをチェックアウトして車でデリーに向かいます。中央分離帯には牛がいたり人がいたりするようなのどかな高速道路を走ってきます。今回の旅行ではデリーとアグラのムガル帝国時代のこう歴史的な建物みたいなものを巡ったので結構知らないことが多くて面白かったです。インドもともとは多分やっぱりヒンドゥー教の人たちのエリアだと思うんですけど、ムガル帝国はモンゴルとかトルコとかあっちの方からどっちかというとイスラム系の人たちが進出してきたみたいで、ちょうど1500年ぐらいなんでチンギス・ハーンの時代だと思いますね。さすが強かったんですね、その時代のモンゴルの人たちは。料金所にやってきました。どこでもおなじみのファストタグっていう RFID が車のフロントガラスに貼ってあるのでそれを読み込んだらいけるんですが、一応料金所には従業員もいて、そのファストタグがない人はペナルティとしてちょっと高めの現金を払って通過することも一応できるみたいですと思ったら、ファストタグがうまく読み込めないみたいで、マニュアルでなんか機械をかざして読もうとしてます。こういうところなんですよね。まだ今混んでないから渋滞は発生しないですけど、こういう細かいところでなんか機械が動かないとかってあって、まあ臨機応変に対応してくれるのはいいけど、手でかざして読み込みやすくしてくれてる。あ、いけたかな。あ、いけたみたいです。こういうところなんだよな。機械化自動化するんだけど、ちょっと詰めが甘いところあります。3時間ほど走ってデリーに近づいてきました。地名の呼び方がややこしいんですが、ニューデリーは市だと思います。都市。インドの首都はニューデリーです。で、デリーは都とか県とか州みたいな扱いですね。そしてナショナルキャピタルリージョン NCR という呼び方もありますが、これは首都圏のことです。デリー空港に近づいてきました。正式名称はインディラガンディインターナショナルエアポートです。インドではやっぱり空港には偉人の名前を使いがちです。インディラ・ガンディは1966年にインドの首相になった人ですね。その時は第5代でした。その後1回辞めるんですけども、1980年にもう1回第8代の首相になっています。インディラ・ガンディの父親が初代首相のネルーですね。有名なネルーです。そしてインディラ・ガンディ自身は女性の首相ということでも有名です。そして在任中に暗殺されちゃって息子が首相を継ぐんですけども、その息子も暗殺されて亡くなってしまっています。代々政治家の一族で、今もコングレスっていう野党なんですけども、その子孫が残ってますけど、最近はあんまり元気がないですね。だから党首もその一族じゃない人に最近はなってます。ちなみにマハトマガンジーとは全く関係ありません。空港チェックインしました。手荷物検査がすごい混んでて30分以上待ちましたけど、インドが議長国になった G20 のモニュメントがあります。立派な国内線ターミナルですね。1年ぶりぐらいに来たので、その時は結構お店閉まってた気がするけど、もう
手荷物検査の行列があるみたいな。完全にコロナ前戻ったか、むしろそれ以上になってるか。ワールドカップ特設コーナーがありました。日本のユニフォームもあります。自動販売機、お水があって、ジュールピーだ。空港でジュールピーは安いと思う。同じようなのがムンバイで20ルピーなんで、しかもここで選べて、あと何個残ってるか分かるようになってるんですね、最近の。へー、コーラは高いな。水は安いけど、コーラとか他のソフトドリンクは高い。こういう充電スポットもありますね。上は広告になってますけど、これは iPhone 用だね。暗証番号入れて、これも iPhone 用だ。他のは開いてない。あ、1個開いてた。あ、これも iPhone 用だ。全部 iPhone 用か。いや違うな、わかんない。搭乗口のところに機材置き場があって、メンテナンスマシンは今休んでるんですって。ちょっと気の利いたあれですね。休憩中ですよ。スパイスジェット、ビスタラありますね。この間正式にビスタラとエアインディアの統合計画を発表してました。統合してエアインディアになっちゃうらしいです。ビスタラに統合してくれた方が嬉しいんだけど。あそこにも充電スポットが。ここはあれだね、ロックするタイプじゃない。なんか広告がさ、フットボール2022カタールって書いてある。ワールドカップとは書いてないの、なんか意味あるのかな。使えないのかな。ワールドカップっていう名前を使ったらいけないのかな。デリーはターミナル3まであって、確かまだ新しい空港を作ってるはずですよ。たくさん必要だからね。一番国際線含めて忙しい空港だと思う、インドの中では。あ、 ANA あるじゃん。向こうに見えるのか ANA。今1日毎日じゃないと思うな。週に3回か4回飛んで、今日の夜飛ぶのかな多分。あ、これですね。ビスターラ、ビスターラ、一応なんか予定時刻ぐらいに飛びそうです。軽めの機内食が出ました。なんか以前に比べて機内食がしょぼくなってる気がしますね、ビスタラの。ムンバイ到着です。毎度おなじみチャトラパティシバージマハラージインターナショナルエアポートです。これはマラタ王国の王様の名前かな。さっき言ってたムガル帝国はイスラム系のあれですけども、マラタ王国はヒンドゥー系のインドオリジナルの王国で、デリーアグラのムガル帝国対ムンバイのマラタ王国みたいな対立構造もあったみたいです。なんか壁が綺麗だな。ということで、デリー&アグラ2泊3日の旅行はここまでです。シーズンはもうすぐクリスマスですね。